例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。あなたの周りにいる霊感の強い人、そう、その人が今そこにいるよといったその場所にいる自分を、その人には確かに見えるらしい。しかしあなたには何も見えない。見たい気持ちと見えない安堵感、そんなものが入り混じっていたりして、でも時には見えたり聞こえたり、あなたにも感じることがあるはずです。そんな時っていうのは、その霊が何かを伝えようとしている時なんですよ。これはそんな霊からのメッセージを強く感じさせるお話なんです。この話は2人のこの若者が高校生の時に始まるんですね。当時たまたまその仲のいいその2人がですね、なんか噂になってる怖いところがある、そこ行ってみようって話だったんですね。それはどういうとこかっていうと、新しくできた道路がずーっと続いていて、その途中にですね、こう鬱蒼とした森があってて、その森の中に神社があるんですが、そこが要するにその心霊のスポットだって言って、行こう行こうって話になったんですね。で2人で夜中行ってみたそうですよ。で、おここだなって、気持ち悪いなー、ほう嫌だなー、でも入るかといろいろ言ってたんですが、一人の方にしてみると、俺はだけどあれだな、こっちよりむしろ向こうの方が怖いな。その向こうというのは何かというと、そのまっすぐ伸びてる新しい道路はずっと行った先でもってストップしてるんですよ。そこから先は道路がないんです。それで暗い闇の中にですね、吸い込まれるようにしてその道路がこう見えるわけですね。その先の方にポツンとですね、なぜか歩道橋があるんですよ。道路はずっと奥まで行ってないのに歩道橋があるんですよ。あれ変だと思わないか、ここなんて車も来ないのに歩道橋悪いしさ、俺あっちの気持ち悪いなって、じゃあ行ってみるか、で行ってみようや、二人で行ってみた。誰もいない夜中の歩道橋、車も何にも走ってない、明かりもついてない。そこをその二人の高校生がカーンカーンカツ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 ン上がってった。それで一番上まで上がってみて、あの欄干にこう沿うようにして下見ながら、なんでこんなとこ歩道橋あんだろうなーって言いながら、欄干叩いた、音がカキーンって響いた。またカキーンって響いた。なあ、やめろよお前、気持ち悪いから叩くなよ、ははは、笑ってヘルトみたいにかに、なんだ今の、よせよお前、今落としたろ、よせよって、俺やってやってだって今、うん、なんだ今の、叩いてないよな、でも落としたよな、カーンってな、よせ気持ち悪いな、よそで帰ろうぜって帰ってきちゃった。ただそれだけのことだったんですよ。でお互いが高校出てから学校別々の大学行ったもんですから、でこう会う気がなくなってたんですね。で夏の頃になってたまたま両方が実家へ帰ってきたわけですよ。じゃあ他のやつに会おうやって言って、当時の同級生の女の子2人呼んできて、それでまあちょっと街で会ってたんですね。な時になんとはなく、そういえばこんな経験があったよなって話になったわけですよね。あそこ行ってみようか、面白いから、で女の子も面白いねって言うんで、じゃあ行ってみようや、で4人で揃って行ってみたんですね。そこへ昔とっても、かね、昔とったってまだ卒業して間もないわけですから、高校時代とそう景色変わるわけはないんでね。で、ああそう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 、ここだよここだよここだよ、行ってみようか。それで4人でカツン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 カン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 パタンパタンパタンカタンやんながら上がってったんです、歩道橋。それで上へ着いた。そしたらその一人の女の子が大変感の強い子らしいんですが、やめようよ、気持ちいいからやめよう、ここちょっと違う違うから帰ろうって。何、何にもないじゃない、怖くないじゃないって、いや怖いからやだ、これ絶対なんかいるね、やめて帰ろう帰ろうって言うんだそうですよ。平気だよってな、あの時な俺こう叩いてな、カーンと、なんか叩いた叩いた、そう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 、でも叩いてなかったな、カーン。そしたらさ、何もしてないのになカーン、お、なんだおい今の、何もしてないの音がしたんだ、なんだ、みんなびっくりしちゃった。これなんかあるんだよきっと、そういう例じゃなくてさ、なんかきっとあるんだよ、こういうなんかその科学的な作用かなんかでもっと音がするようになってるんだよ、きっとそうなんだよと言いながら反対側の階段の方へ進んでた。で降り始めた。そしたらこの可能性女の子はやっぱ帰ろう、誰か来てるから帰ろう、来てんの、絶対来てる、いやだだ帰ろうね、帰ろう、大丈夫だよ、もし帰るんでいいんだよ、もう来てやろうよ、言ってたらカーンコンカーンコンカーン、今自分たちが上がってきた反対側の階段を上がってくる足音がするわけですよ。おい誰か来たのかな、うん、やがて一番てっぺん着く頃だからこっちから見てたんですけど、誰も現れない、なんで誰もいねえな、でも今確かに足音したよな、おしたしたしたと、この感動するなんかガタ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 震えてるんですね。帰ろう、来てるから帰ろうって、何が来てるんだよ、女の子が来てるって、嘘だ、どこにいんだよって、ほら女の子向こうが立ってこっち見てる、女の子がなん見てやしたよ、大丈夫だよ、
見てるから帰ろう帰ろう帰ろう、泣き出した。気持ち悪いもんだからそのままバーッとみんなその階段から降り切っちゃって、反対側の道をザーッと走って、それで戻っちゃった。気持ち悪いなあ、そうかお前、あそこそういうのあんのかな、じゃあまた今度は昼間行ってみようか話になって、二人でもってまた行ってみたんですよ。確かに音はしたよな、階段上がってくるな。それでこう行って自分たちがこう降りて、階段降りてってみた、反対側。でも大体ここどういう歩道橋なんだろうな、道路は先まで行ってないで止まっちゃってるしさ、うん、なんか知らないけど、聞いた話によると小学校6年生の女の子でもって、その学芸会でもって女王様の役をやる女の子がいて、その子が一生懸命女王様の練習しながらこの道を歩いたらしいんだ。車は来ないし練習には良かったらしいんだけど、突然何かでもって通りかかったその車がその子を引いちゃったんだ。でとうとうその子死んじゃったんだよ。だから学芸会には出れなかったしね。それでなんかこの歩道橋作ったって話だぜっていうのを聞いてきたんですね。じゃあそうか、事故があったんでこれ作ったんだ。だけどこの先の道路これで終わっちゃってんじゃねえか。うん、終わっちゃってるよな。あ、なんかお前看板立ってるよ。そこにはね、これ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 こういうわけで安全のためにこの歩道橋が作られましたって書いてあるわけですよ。ああ本当だ、そうなんだなと思った時に、おいこれよく見てみな。え、看板がかなり古くなっていて字がところどころはげてるんですね。よく見ると安全の安の字の浮かん文が消えてるんですよ。安全の善の字の山が消えてるんですよね。これ読んでみな。え、これがこれこれこれこういうわけで安全のためにではなくて女王のために作られましたって書いてあるんですよ。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。怖いもの見たさで行ってはいけないところへ行ってしまった自分を、やってのことでたどり着いたそこは噂通りのところでした。帰ればよかったんです。一歩入ってしまったために見てしまったその世界は、これは関西では知る人ぞ知るあるところの話です。これ兵庫県の方で有名なんですっていう、まあ関西で有名なんですが、メリーさんの館ってのがあるんですよ。でこれはどういう館か誰もわからないけど、なぜか昔から言われてるんですよね。でそれをですね、そのうちのスタッフのその後輩っていうのが行ってみようじゃないかって二人で出かけたわけですね。その六甲の山の中にあるって言うんですよ。ところが一日中車出してるけど全然見つからないんですよね。そんな西洋館がないんですよ。おかしいな、だん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 日は傾いてきますしね、もう帰ろうや、いやもうちょっと見てこやん、でぐるーっと回ってみた。でもこれだけ探したって見つからないんだから、あれやっぱり話は嘘で、そんなもんないに違いないから、そうだよな、あったら今頃分かってるよな、だろう言いながらもう帰ろうか。で車を飛ばしたと助手席の人間がひょいって横見た瞬間に、うん、おい向こうにも屋根見えないか、うん、ほら西洋館の屋根が見えるよ、なんだあれ、あんなあったか、いや見てない、じゃあ行ってみるかって話になって、じゃあ行ってみようや。で車を向けていくと大きな鉄の門があったんですね。それもかなり古くて腐ってて倒れかかってるんだけども、な確かに立派なもんだそうですよ。もう入ろうかって、よそよ固く侵入になっちゃうからって、何言ってんだよ、まあ、入っちゃうよ、大丈夫だよ誰も言いしねえんだから、で強引に一人が入っちゃった。しょうがないからもう一人もついちゃった。中はっていうと落ち葉だとか草でもってふかふかしたぐらいに地面が見えない状態だったんですね。そこをカッサ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 って、あれ見ると歩いていく道筋に横にこうパタッと看板が倒れたんですよ。それの横文字の看板だったんですね。お前この看板横文字だぜって、読もうと思っても読めないって言うんですよ。なんだこれ、もしかするとお前本当にこれメリーさんの館かな、そう思った瞬間二人ぞーっとしたんですね。来ちゃった、どうする、ほな見ようやん、おいここまで来たんだから、よそうやっていいよ行こうや、さあさあ、こう大きな建物が見えてきて入り口の玄関のドアも見えてきた、どうする、俺入らん、じゃあ俺入るぞ、お前入る、俺入らん、じゃあ俺外回ってるわ、うん、で入ると言った彼がドアのノブ手をかけた、これちょっとスーッとドアが開いた。中はっていうと広いフロアになってて、で真ん中に階段があって2階へつながってる、1階にも部屋がある。変なんだなと思った。
なんかやばいなと思ったけど、よいよ、せっかく来たの見てってやろうと思って、彼はどうしたかというと、1階の一番右端の部屋から見てやろうと思って行ったと。ドアの前に立ってノブに出かけた。カシャッピーッと開いたら部屋の中が明るいって言うんですよ。もうだいぶ日は傾いてるんですよ。なんでこんな明るいんだろう。明るいのそうですよ。埃だらけになってるんだけども、ピアノが一台ポーンと置いてあったって言うんですよね。古いピアノが。ここ長くいちゃいけないな、そういう気がした。でドアパタンと閉めて帰ろうと思って、戻ってきた瞬間に階段が目に入ったんですね。待てよ、2階行ってみようかな。よし、2階上がったろと。古い階段、イッヒ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 ッと思ってた。上がってみると部屋がいくつかあって、やっぱり一番右側のその部屋から見ようと思って彼行ったって言うんですね。伸びてかけて、イーッと開けてホイッと伸びたの。中はって言うと真っ白な中に明かりにするんですよ。白い明かりさって言うんでしょうかね。なんでこんな明るいんだろう、気持ち悪いと思って。こんなことあるわけない、時間から考えても。うわーと思ってバタンと閉めちゃった。こいつはいかんぞ、これ絶対いかんぞ、他の部屋みんなやめよう、帰ろう。またピッタピッタピッタって階段のとこまで来た。とちょうどその階段があった正面の部屋ってのがあるわけですよね。なんか気になるなここ、なここだけ見ときたいなと思った。でも腹のとこから思って、見ない方がいい見ない方がいい見ない方がいいっていうのがある。でも見たいなと思って、じゃあと思って、ガキちょっとだと中からさーっと白い明かりが差してきた。うわーなんだ眩しいじゃないか。ちょいと覗いた、中が見えない、ただ明るい。いけねえと思ってパタンと閉めた。これはもしかすると見ちゃいけない部屋なんだよ、これ見たら何かあるのかもしれない、やめとこう、帰った方がいいや。非常に恐怖が走ったんで、うわーと思いながら背中向けるの嫌だから後ずさりして降りようと思った瞬間に気配がしたんですよ、後ろで。動きを全部止めて気配に耳を澄ましたんですよね。そしたらシーンとして屋敷のはずなのにザワ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 してるんですよ。明らかに自分の後ろに誰かがいるって言うんですよ。おる、後ろに誰かおる、おるぞおるぞと思った。でも振り返らなかったら階段降りれない、どうしようと思ったけどしょうがない。ゆっくりとずーっとこう顔を後ろに向けてった、体と一緒にザワ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 。それで体が階段の方を向いた、ふっ瞬間にあーっ、悲鳴にならない悲鳴が来た。なんとその階段と言わず下のフロアと言わずびっしりと白人の子供が並んでる。全部白い目をしてこっちをじーっと見てる。次の瞬間意識がなくなったってんですよね。目が開くと彼は病院にいたってんですよ。それも外を歩いてた方の友達が家の裏を回ってきたらばそこで倒れてたってんですよね。本人は言うんです、俺は部屋にいたんだ、何言ってんのよ、お前は庭で倒れてるところを俺が見つけたんだと、それで病院に連れてたんだと。いや違う、俺は部屋におったと言うんですよ。その場所っていうのはそれはドイツ人の子供の収容所だったんですね。第一次大戦の時に収容された子供たちの収容所だったんですよ。だから横文字読めないわけですよね。外人がアメリカ人だと思ってみんなメリーさんとつけたけど、実はそれはメリーさんではなくてドイツ人の子供たちの収容所だったんですね。そのうち二人がもう一度確かめに行ったそうですよ。でも見つからなかったって言うんですよね。これは関西で有名なメリーさんの館っていう話です。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。夜の行楽地に一人佇む自分を。人がいてこその行楽地なんですから、昼間の喧騒とは違ってそこは静まり返って次第に違う空気が流れるんですよね。知らず知らずに自分を包み込む緊張感、こんな時間に誰もいるわけがない。自分を落ち着かせようとすればするほどどんどん自分を追い込んでしまうんです。そんな時って出るんですよね。これはそんなある行楽地でのお話です。
夏になるとよくね、キャンプみんな行きますけど、これもそんなこと聞いた話なんですがね、仲間何人かでキャンプに行ったんですよ。で、バンガローがあるんです。そこは昼間遊んで帰る人も随分いるんですがね、川が流れてましてね、東京からそう遠くないところなんですよ。で、ってバーベキューだなんてやってるわけですよね。そうこうするうちに暗くなって、みんなバンガローに帰っちゃった。ところが一人そいつはね、気持ちいいもんだから、もうチラ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 燃えてる火でもって、そこにこうぬくむようにしてね、ゴローンって横になった。で、空は流れた。風が気持ちいいし、川の流れはしてるしね。そんなことやってるうちに気持ちよくて、いつの間にかこっくりこっくりと寝始めた。どのくらい時間が経ったかわからないけれども、なんかこう動く気配がするんで、ひょーいと見てみると、河原のずっと向こうの方で誰かが遊んでる。夜の夜中で真っ暗の中でもって、はっきりはしないんだけど遊んでる。何やって遊んでるのかなとか見てたんですね。とたまにその形が動いてって、空が背景になるとシルエットが見えた。なんかバランスがおかしい。変な形をしてる。なんか変な形してるなと思って、でずっと遊んでる。そのうちまたうと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 眠くなっちゃう。またトントントンっての音が、なんとなくこの目がふーっと開いてみると、やっぱりそのさっき見かけた子供が向こうの方で遊んでるんですよね。あれ、まだ遊んでるな、一体何やってんだろうなと思って、玉突きかな、サッカーでもやってんのかなと。で、そのままぼーっと見せて、そのうちまたうっつらーうっつらって、もっと近くで持ってくんだ。トントンっていうのは弾むような音がしたんで、と思って見てみると、その子供がだいぶ近くで持ってこの玉をついて遊んでる。ただちょっと変だなと思ったな、なんかこの体のバランスが少しちょっと違うって言うんですよ。なんだか違う、なんか変だって。でもそれが遊んでる。で、トントンやってる。と思って、別に向こうの方からボールらしいものがトンとして、トントントンって、あれ、トンで、ボソッ、自分のすぐそばにそのボールが転がり込んできて、草むらの中転がって入ってっちゃった。ああ、ボールが転がってきたなと思ったら、だんだん向こうの子供が近づいてくる。ああ、ボールを取りちゃうんだなと思って見てると、その歩き方がなんかぎこちない。おかしいな、なんか変だな、なんか変だなと思ってる。どんどん近づいてきた。寝たまんま座ってじーっと見てると、自分のすぐそばまで来た。チロ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 燃えてる小さな足で、足元が映ったんですね。女の子の足だった。でもなんかバランスが変だ。スーッと上の方を見ていくと、暗くてよく見えないけれども、すいませんって声がした。ボールを取ってくれっていうようなんですね。ああ、ボールね。暗闇から2本手がニョキッとこう出た。その手の形もなんかおかしい。なんか変だなと思って、手探りでヘッと触ってみたら、ボールが見つかった。なんかこうおかしい手触りなんですね。なんだこのボール、結構重い。おーっと渡した。ちょっと木の上にかざした手がありがとうって書いて、ぐっとこう広がった。そこへよっと乗っけたら、そのボールを受け取ってヒューッと引っ込み始めた。その時、ありがとう声がした。それが頭の位置からではなくて、ボールの位置から声がしたんで、ふっと見た瞬間に、あっ、届いた。その子が受け取ったボール、それは髪の毛が焼き焦げた女の子の顔だったんですよ。その子、自分の頭をボールにして遊んでたんですね。そのボールが、その子の顔が、ありがとうって言ったっていうんですよね。そこでは前に、少女が焼き殺されてバラバラにされたっていう事件があった場所なんですけどね。多分その子が夜出てきて遊んでるんじゃないかな。バラバラだったから、あんなぎこちないプロポーションしてたんじゃないかなって言ってましたけどね。例えば、こんな世界を思い浮かべてみてください。病院のベッドでたった一人眠ってる自分を、そのベッドで一体どれほどの人がもがき苦しみ亡くなっていったことでしょうか。病院、そこは生と死の境界線なんです。たくさんの怨霊が徘徊しているとしても何の不思議もないんです。
そしてそれは全て人間のものとは限らないんです。これはそんな病院でのお話です。これ古いこれ病院なんですけどね、その入院患者が入院患者を刺し殺したって事件があったそうですよ。嫌な話だなということで、そう大騒ぎしないようにして、まあ、事件にはなったけども、そのままみんな忘れてたっていうより忘れるようにしていたんでしょうね。ところがそれから月日が流れて、また突然そういう事件が起きちゃった。というのは患者さんのところを看護師さんが行って様子を見てたと、突然すごい気になってキャーキャーって悲鳴がしてザーッと入ってきた。手に果物ナイフを持った女がすごい形相でもってぶち殺してやる、ぶち殺してやるって言いながら振り回してる。ちょっと危ない、やめなさいやめなさいって言うんだけど振り回してる。もう目はとてもじゃないけれど狂気でもって普通ではない状況だった。何があったかしらけど暴れ回ってる。で片隅のベッドにいたお年寄りをズバッ刺した。刺されたお年寄りは苦しいもんだから、そのままベッドから抜け出してずっとずっといくのを追っかけてって上から刺した。慌ててみんなでもって取り押さえた。まあその方は一命は取り留めたんですよ。それで捕まえてみると、ぶち殺してやる、ぶち殺してやる、何があったんですか、何で刺したんだ、言われてるけど本人分からない。ただ毎日毎日自分の耳元でもってぶち殺せぶち殺せって言われてる。だから私は殺したんだ、殺してやる殺してやるって言ってんだそうですよ。その時にその看護師さん気がついた。というのは以前にあったその患者さんが患者さんを刺したっていう事件で、今回の事件、加害者になった人間が二人とも同じ部屋だったってことなんですよ。なぜあそこの部屋にいる患者がそういうことをするんだろうなと、こう思ったんですよ。これは偶然なのかもしれない。でも不思議に思ってたんですよ。まあ、そんな時に夜勤があったんで、まあ部屋回って歩きますよね。それでたまたまその要するに人を刺した患者のいたその部屋の前を通った。もちろん他の患者も入りますよ、そこへは。病院ですからね、からってことないですから。で気にはなっていたんだけど、聞くとはなくこう耳をそば立てながらずっとそば取ると、中でブツ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 言ってる人がいる。んどうしたんだろうなと思ってひょいっとこう覗いてみたんですよ。そのベッドの上にしょこなーんって座った女が、なんか知らないけどブツ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 言ってる。入っててどうしました、声かけると、ぶち殺してやる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 って。何を言ってるんですか、ぶち殺してやるって。何を言ってるんですか、あ、看護師さんですか、どうしたの、いや、おかしいんです、毎晩毎晩寝てると誰かが言うんです。何を言うんですか、ぶち殺せぶち殺せって言うんです。誰を、いや、わかりませんけど毎晩毎晩言うんです。誰が言ってるの、どこで言ってるの、そんなこと。看護師さん寝てみれば分かりますよ、ベッドに寝ると聞こえてくるんです。本当に、本当です。で彼女はそのベッドに乗って横になったって言うんですよ。そうするとうーんと音がして、確かに聞きようによってはぶち殺せ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 って聞こえたって言うんですよ。え、ベッドから出て下を見てみると、そこには暖房の風が出てくる口が開いてるって言うんですよ。でもそれは遠い昔、はるか昔に使われたもんで、今は使われてないんですよ。今は別の暖房ですから。ところがその昔の暖房の風が出てくる口っていうのが今でもその残ってる。それちょうどベッドの下にある。そこに耳を近づけると、ぶち殺せぶち殺せぶち殺せ。そうか、患者が横になって寝てると毎晩毎晩毎晩これが聞こえてくるんだ。要するに患者は暗示をかけられてしまうんだと思ったんですよ。ですぐに他の看護師さんを呼んで、悪いけどこの患者さん預かってくれないかと、ちょっと危ない感じもするから頼むよということで預けた。それで府庁さんのとこ行ってね、あそこに暖房の口がありますけど、あれはどこでそのモーターが回るんですかって言ったら、いや、モーター回ってないわよ、ずっと昔は使われたらしいけど。
で、口は残ってますよねって、残ってるって。だけど、多分そのモーターならば、この地下の、機械室があって、そこに元があるんじゃないかしらね。もっとも誰もあそこ行ってはしないんだけど。でももうモーターが回ってるわけがない。でもおかしいんです。あれモーター回って聞こえるんですけどって言ったら、バカな、そんなことあるわけないじゃないって笑っちゃった。じゃあ自分で行ってみようと思って。行ってみた。地下へ降りて行ったら全然違うって言うんですよ。状況が。長いこと使われないから、埃だらけ。おまけに、その通路、埃だらけの通路には、人体模型やらなきゃ全部置いてあったんだ。でーっと。わけのわかんない器具が置いてあった。あれ?と思ったら、日本なんとか帝国なんて書いてあるんですよ。待てよ、これ。これもしかすると旧日本軍のもんじゃないかなと。旧日本軍の医療部隊か何かのものが置いたんだぞ、そのまま。埃かぶって。瞬間、ゾクーッと寒気がしたんですよ。じゃあ、ここで何か行われたのかなと。だん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 近づいてった。モーターの部屋らしいのがここに見えてきたんですね。ドアの前まで行った。ウィーンってなってるって言うんですよ。だって今は使われてないんですよ。電気も来てないんですよ。なのにウィーンって待ってんだって。嘘だ、こんなバカなことないやと思って、ドアイーって中にピシッて火花を出しながら、モーターが回ってるって言うんですよ。嘘。古いモーターが真っ暗闇で回ってるんだって。うーん。黙って立ってると、それが、ぶち殺せ、ぶち殺せ、ぶち殺せ、ウィーン、ぶち殺せ、ぶち殺せ。その部屋はね、実際に何人もの人が死んでった部屋だそうですよ。恨みを持った連中が、モーターに取り付いたのかどうか知らないけれども、冬場寒くなってくると、使ってない暖房機がぐるぐる回って、ぶち殺せ、ぶち殺せ、言ってるんですよね。殺しの主犯は古い日本軍のモーターだったんですよ。例えば、こんな世界を思い浮かべてみてください。真夜中、一人暮らしの部屋でゴロンと横になっている自分を。眠いんですが、なかなか寝つかれないんです。神経が起きてしまって、小さな音にも敏感に反応してしまうんです。そんな時は呼び込んでしまっているんです。これは、そんなある深夜の出来事なんです。私のね、知人のね、娘さんが、一人だけの時間が欲しいんでって言うんで、まあ、無理言ってですね、親にね、で、一人暮らしがしたいって言ったわけですよね。で、その親父の方も、まあね、一緒に一回ぐらいは、親も離れて一人暮らしもいいだろうということでもって、アパート探し行ったわけですよ。で、そのアパートっていうのがね、こう、通りがありますよね、大して広い通りじゃないんですが、まあ、その通りがあって、その道のすぐ横が、少しこう、地べたが盛り上がって、高くなってるんですよ、石垣みたいになってて。せいぜい70センチか10センチぐらいの高さなんですが、その上に立ってて塀も何にもないんですよね。で、ガラス窓がついてるんですよ。だから、そのガラス窓はついてますけども、要するに覗かれないですわね、高いから。で、逆に火事だなんだったらすぐ逃げれるし、逆にかえってその道に面してる分だけ、空き巣だとか泥棒の類も入らないだろうから、かえっていいんじゃないかと。それでオートロックもあるし、これでいいやということでもってね。で、話決まったんですよ。で、引っ越しもしましてね。で、いよいよその明後日がその新入社員のための歓迎のいろいろ式典なんかあるわけですが、その前の日に呼ばれて、会社でもって自分の部署がありますから、そこのこの集まりがあってね、で、結果的に飲んだわけですよ、そこで少しね。それで帰ってきたんです、アパートへ。それが初めての日ですよね、アパートへ行く。で、来たんだけれども、布団敷くのがまだ面倒で、こたつはあったんですよね。それでこたつにゴローンって横になって足突っ込んでたんですね。そのうちにうっつらしちゃったんですね。まだ春先ですから、多少はこれ寒いですしね。で、うっつらって言ってましたけどね。ゆきちゃん。ゆきちゃん。声がすんだそうですよ。ゆきちゃん。なんだろうなと思ったけど、夜の夜中ですからね。あ、そうか、きっと散歩されてんだな。最近は犬とか猫をね、人間の子供やなんかみたいな名前つけるの多いですから、多分ゆきちゃんって犬の名前だろうと思って。黙ってたんですね。ゆきちゃん、ゆきちゃんって言ってんだそうですよ。まあ、そうこうするうちにやっぱり多少飲んでますから、またゆたーっとして寝ちゃったんですね。まあ、翌日会社行って、
まあ顔合わせがあって、結果的にはその新入社員の歓迎のパーティーかなんかになって、宴会でバーッと盛り上がって、お疲れ様でした、じゃあ頑張っていこうねってんで帰ってきたわけですね。それで家に着くとたった一人ですし、やることもないし、こたつに足突っ込んでゴロンって横になっちゃった。布団敷くのもめんどくさいから、もういいやこれで。それで潜ってゴロンって横になってました。どのぐらい経ったか知らないけれども、ゆきちゃんってこれで目が開いたんですよね。あ、そうだ、昨日も確かあんなこと言ってたな。ゆきちゃん、声がしたんですね、外に。なんで私の家の前で言ってるんだろうな。そのうちに、これは違うぞ、どうも向こうは自分を呼んでるようだ。でも私はゆきちゃんじゃないし、なんで私のこと呼ぶんだろう。確実に向こうがゆきちゃん、こっちへ声をかけてるって言うんですよね、自分の方へ。やだなあ、気持ち悪いなあ、そう思いながらもうつらうつらしたのね。ゆきちゃん、あまり声大きいもんだ、ひょいってみたら自分のそのアパートの窓ガラスにビタッと影が映ってるって言うんですよ。ちょうど胸から上でもってこっちを覗くように、その指先がしっかりと窓枠にひっついてね、こっちを覗いてるらしい。ただすりガラスになってるもんだからシルエットしかわからないけど、明らかに一生懸命メイクつけてこっちを見てる。で自分に呼びかけてるって言うんですよね。ゆきちゃん、やだなあの人、考えてみりゃ立てれるわけないんですよね。通りよりも高くなってるところにまた立ってるわけだから、普通外からこう覗けるわけないのに、まあ、その時気がつかなかったですね。で一生懸命向こうは何しろ張り付いて、ゆきちゃん、読むんだから、嫌だな、見られて嫌だなと思ったから、いやいや溶けちゃおうと思って布団の中に頭つくんで、その横になっちゃった。そうするとやっぱり温まってきますから、うつらしちゃうんですね。しばらくしたら、ゆきちゃん、部屋の中で声がしてるんですよ、自分の部屋の中で。来てるんですよ、部屋の中に。やだなと思ったら、ツツッツッってするような音がして、ゆきちゃんって感じです。うわ、やだ、どうしようと思った。それでもネタをしてとぼけてたんですね。そしたらカツンと自分の背中のところに膝が当たったって言うんですよ。うわ、どうしよう、この人来てるんだ。その時彼女思ったんですね。そんなはずはない、オートロックがかかってるしね、こんな早く田舎入れるわけない、音もなく来れるやつって言ったら、そんなもん人間じゃないですよね。ゆきちゃん、ゆきちゃん言うんだそうですよ。ゆきちゃん、ゆきちゃん、どんどん近づいてるんですよ。でもそれは人の気配ではないって言うんですよ。うわ、体中固まるような思いで布団の中に持って、生身だ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 言ってると、自分のその被ってる布団がぐーっと押されたんですよ。ちょうど顔を横にして寝てますから、右側の耳のところをぐーっと布団が押してくるって言うんですよ。それもどうやら相手は自分の顔面で押してるらしいんですよ、布団をぐぐ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 っと。それで耳のあたりに相手の口が来てるの分かった、息がかかるって言うんですよ。ゆきちゃん、うわ、助けて、生身だ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 と耳のところにこうくっついてきたその口元がぐーっと動いて布団越しに、そんなこと言ったって帰らないよ。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。山の中の一軒家でたった一人、人の帰りを待っている自分を、いくら待っても帰ってこない、孤独、恐怖、そんな時にはきっと何かが起こっているんです。そしてやっと帰ってきたその待ち人は、これはそんなちょっと切ないお話なんです。あ、彼らも来たようです。大学のサークルで仲のいいグループがあって、でこの A 君と B 君と、まあ女の子がいるんですが、でも学校も終わるからって言うん でみんなでもってそのサークルの連中が遊び行くことになったんですね。ただこの A 君と B 君と彼女はちょいと早めに出て、他で寄り道してからそこへ行こうと。寄り道っていうのは他にそのペンションを借りてそこで遊ぼうよって話になったんですね。でこの A 君と B 君大変な親友なんですが、このもう一人の女性っていうのは実は A 君と大変仲がいいんですね。ところが B 君も彼女のことを好きなんですよ。
ただそれお互いに分かってるもんですから多少燃料もあるんですけど、でも A 君と B 君本当だったらば2人で行くよりも A 君は彼女で行きたかった、かといって B 君をほっぺらかすのも悪いから結果的にさあ3人で行こうやと、 B 君に彼女がいるならば話は別なんですが B 君いないわけですから、で行ったんですね。そのペンションって言ったって名前ばっかりと思ってついてみると、このボロボロのね山の中の小さなその建物だったそうですけども、そこへ着いたんで、どんごみんなでおいって入れたで準備した、じゃあちょっともう話してたからなんか作ろうやっていうことで、こう彼女の方がですね野菜を切ったりなんかし始めたんですね。そうしたら足りないってなったんですよ、ガスがね、あのボンベのガスがこれだけ足りないかもしれない、弱っちゃったねって、そうだ来る時にコンビニがあったからこの山のふもとまで戻りゃね買ってくれんじゃないかって話になったんですね。でも早く行かないと暗くなっちゃうし大変だから、じゃあどうしようこうしようって話だった。かといってそのB 君は免許を持ってないから A 君が一人で行くってのもどうも嫌だし、彼女と二人で抜けていくってのもなんか気の毒な気がするから、結果的にはじゃあ A 君と B 君で行こうと、それで彼女が残ることになったんですね。で一人でもって待ってるわけですが、二人は車に出てったんですね。時間が経つんですけど全然帰ってくる気配がないんですね。辺りはだん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 暗くなってくるし風は出てくるし、ね、不安になってきたわけですよ。それはやっぱり怖いですよ、山の中のね家一軒たった一人でいるんですから怖いですよね。風が吹いてくるし、なんかパタン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 と物音するし、いやだなと、たまにとりあえずにゃーなんか泣いたりするわけですから、たまんないですよ。あー帰ってきてほしいな、どうしたんだろうな、いくら待っても帰ってこない。夜中になった頃に、おーいってなそうですよ、おーいってなそうですよ、声がするね、うわーっと、おいおい開けてくれよ、おいおい、 B 君の声がしたんだ、あ、B 君の声だと思って飛んでった。で玄関のドアを開けてみると、おいどうしたの、だん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 近づいてくる。中の中でひゅって見てみたら血だらけになった B 君が立ってんの。うわどうしたの、いや驚かないで聞いてくれよ、実は麓でもってそのガスのボンベを買って車でもって上がってきたと、急に山へ入ったら霧が濃くなった。でハンドルを握ってる A 君が神経質に運転はしてたんだけど、途中でもってちょっと車がスリップした、慌ててその位置を変えようと思ってハンドル切ったら間違えて谷底落っこっちゃったんだよ。しばらくして目が開いてみると、真っ暗闇の中になんか俺倒れてたんだけど、体は痛いけどどうもどうやら体が動くんで、あ動くなと思って、隣の方の A 君を見てみたら、 A 君がピクリと動かないんで手探りで触ってみたら、 A 君死んでるんだよって。え本当に死んでるんだよって。彼女にしてはショックですよね、自分の好きな男性が死んでるっても言われたんですからね。俺の力じゃどうすることもできないし、あいつ置いてきたんだけどもう死んじゃってるし、どうしていいかわからないけど、まずこれから悪いけど荷物を畳んで行ってくんないかなと、あいつのとこ一緒に行ってくんないかなと、えあいつ一人なんだよ、俺じゃどうしようもできないから、これからの谷まで行くから一緒に来てくんないかなと。で泣き泣き彼女の方も分かった、もう突然のことでもって目の前に何が起こったかわからない、恐怖と悲しさでもってもう無我夢中ですから、一生懸命荷物をこう畳んでるわけですよね。それをじーっとビークが立って見てるわけですね。彼女はもうとんでもなく涙が流れるわけですよね。それで支度をしてる。荷物をこう集め始めたんですね。さあ急いでくんないか、早く行こうな、早く行ってろな、早く行ってろ、大丈夫か、頼むぞな、早く行ってろ、うんうんうんって言いながら泣きながら、うん、支度して支度をしてると、遥か彼方の方で、おーい声がした、ん、おーいこっちへ向かってくる、おーい、え A 君の声、今死んだって聞いたから、え A 君の声ですよ、自分の愛する A 君なの、とどん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 声が近づいてきて、おーい慌ててビークがバーッと走ってって玄関のドアを鍵閉めちゃった、カシャッ、でえ違うよ、あれは A の声だけど A じゃないんだ、あいつはもう死んでるんだ、いいかい、あいつは君をあの世へ引っ張っていこうとしてるんだからね、絶対言っちゃいけないよ、君まで死んじゃうからね、あいつに連れてくれちゃいけないよ、いいね、絶対言っちゃいけないよ、開けちゃいけないよ、鍵閉めた、おーいおーいおーい、ドン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 、開けてくれよ、ドンドンドン、開けてくれよ、彼女思わずこう言ってみようと、助けてあげたから開けようとするんだけど、ビークが言っちゃいけないよ、開けたら危ないよ、いいね、開けたら君まで行って一緒に連れていかれちゃうからね、開けちゃいけないよって言うんだから行けないと、向こうではドンドンドンって開けてくれよ、開けてくれよ、 A 君の声がする、開けてやろうと思うと B 君が開けちゃいけないよ、開けたら君まであの世に連れていかれちゃうよ、いいね、絶対開けちゃいけないよ、向こうでドン
と開けてくれよ開けてくれよ、いいか開けちゃいけないよ、開けたら次まであの世連れてかれるんでいいね、開けちゃいけないよ、ドンドン開けてくれよって言うもんだから、とうとう彼女我慢ができなくなってダーッと走ってって玄関の鍵ガシャッとバーッと開いた。真っ暗な外のこの霧の中にボワーッと立ってる、中にふっと映ると血だらけになった A 君が立ってるわけですよ。えっ、ー、とそして A 君が入ってきて、驚かないでくれよ、麓でもってガスのボンベ買ったんだ、山道入った時に B がハンドルを変わりたいって言うから俺運転変わったんだよ。しばらく待ってきたら B のやつが神経質なのに来て急にスリップしちゃったんだ、慌てて彼がハンドル切ったら谷底へ落っこっちゃったんだ。真っ暗闇でもって気がついたんだけどね、自分の体はどうにかして動くんだ、同じことを言う、全く同じことを言う。手探りでもって触ってみたら B が死んでるんだよ。自分の体だけで精一杯だから怖い、どうにか歩いて帰ってきたけど、これからは一人でどうしようもできないから悪いけど荷物を片付けてくれないか、これから麓へ行って助けを呼ばなきゃなんないから一緒に来てくれないかな、うん、急いでくれないかな、うん。その時彼女ふっと思った、今違った B 君が言ったと同じことよ、ただ違うのは B 君は一緒に来てくれないかな、で現場へ行って A 君を助けてくれないかなって言った、もうすでに死んでる A 君をね。ところが A 君は麓へ行って助けを呼ぼうと言ってる。へっと思って横を見たんです、 B 君はいなかったんですよね、死んだのは B 君だったんですよね。 B 君は自分が死んでるから彼女を連れて行こうとしたんですよ。 A 君は本当に生きてるから麓へ助けを呼びに行こうとしたんですよね。死んだのは B 君だったんです。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。自殺の名所と言われる場所に一人立っている自分を、死者の霊がさまよいまた新たな死者を迎え入れようとする恐ろしくも不思議な世界。でももしそこが死を望む者を迎え入れるばかりでなく何気なく訪れた者を死へ誘い込む場所だとしたら、それは自殺の名所というばかりでなく人を殺すまさに呪われた場所ですよね。そんな場所が東京にあったんです。それも私の身近に。そこなんですよ、そこに。私の実家っていうのは中央線の国立というところなんですね。東京でも都下の方なんですがね、ありましてね。でもうこれは結構今から、10年というかもう20年ぐらい前の話になるのかな。その頃私の後輩たちがですね、近くに住んでたんですよ。で一人はその新聞配達なんかやってるやつがいたんですよね。でよく遊びに来るんですよ。でそいつがね、来ちゃ言うんですよ、いやなっちゃったですよ、また見ちゃいましたって。何を見たんだよって、いや飛び込み自殺ですって言うんですよ。おい、またあったのかって。あったんですよね。それも同じ踏切ですからね、嫌になっちゃいますよね。小さな踏切がいくつもあるんですね。その国立と立川内にあるんですよ。で、必ずそこを突っ切るんですけど、で、今までにも何回かそこでもって自殺を見てるって言うんですよね。で、白い布をかぶって警察の人が動き回ってて、そこを通るのすごく嫌だって言うんですよね。自分の家ってすごく近くなんですよ。なもんですから嫌なんだって言うんですよ。あ、そう、またあった。言ってました。でもなんとなくその彼の話で気になったのは、そこに限ってだけ、その飛び込みの自殺があるんですよね。おかしい話なんですよね。へえと思ったんですよ。その時たまたまあるその放送局でもって出前のその盆踊りってやってるって言うんですよ。それでやはりうちの実家のその近くであって親類年に付き合ってる違うんですが、そこが幼稚園をやってましてね、そこでもってその出前のその盆踊りやってくれないかという話があったんで、私頼んだんですよ、その放送局の友達に。たら、ああ助かった、こっちも行く場所なくて困ってたんだ、それは助かったよって、じゅんちゃん行くよって言うから、ああ頼むねで行ったわけです、彼たちね。でまあそれが終わったんで2、3日って私はお礼の電話入れたんですよね。
どうもありがとうって、いや、こっちこそ本当にどうもありがとう。言いながらディレクターが、純ちゃんさ、聞きたいんだけど、国立の踏切なんだけどさ、変な踏切ってないってから、何その変なのっての。いや、ちょっとあったんだけどって。帰り道迷っちゃって、太い道から行くはずが、なんか細い踏切出ちゃってさ、車自体やっと通るとこなんだよ。で、なんでたかわかんないんだけど、ドライバーの人も不思議だったんだけどね。そこでおかしいことがあったとか、何があったの。いや、線路で越そうと思ったらさ、急に車が止まっちゃってさ、慌てふためいちゃってね。で、みんなでもって、ああだこうだ押しこくったりなんかして、やっと動いたんだけど、しばらく経ったらドライバーが踏切で止まった時に、何気なくひょいっとこう見たらば、車のとこに知らない女の人がいるように見えた。全然この車には故障はなかったし、おかしいことないのに、なんかあの踏切の上でもって、まるで誰かに引っ張られたような感じになっちゃった。それを見かけたって。変だよねって言うから、いや、そんなことないよ。それ多分、このこういう場所じゃないかって場所行ったんですよね。そしたら、ああ、その場所、その場所って言うんですよ。いや、実はね、うちのその後輩が毎回毎回そこね、通るたびによく見るって言うんだよ。自殺がある場所で。何、あそこ自殺があるのとあるらしいんだ、飛び込みが。やだなぁ。じゃあ何、じゃあドライバーの人がこうちょっと見たっていう、それきっと霊かねってから、もしかするとねって言ってたんですよ。俺行ってみようかなってから言ったんですよね。で、その番組になるかどうかは別として、取りに行ったんですよ、彼が。スタッフを連れて、その踏切へ。どういうことが起きたかっていうと、まずその霊的なものがあるんではないかというんで、その女の人を立たせたんですね、踏切のところに。それで隠れて、カメラとその、要するに映像の方の VTR を両方回したんですよ。要するにパチカメというやつと映像を回したわけですよね。それでみんな隠れてたんですよ。で、その時間帯っていうのが、その自殺が一番多い時間帯を調べてみると、どうも朝一番の貨物の列車が通るらしいんですね。電気機関車引っ張られて。それに飛び込みがあるらしいって言うんですよ。当時。じゃあその列車の時間に合わせよう。まだ薄暗いうちなんですが、みんな出かけてって待ってたわけですよね。さ、女の子怖いですよね。いいか、慌てんじゃないと大丈夫だ、いいか、見るから大丈夫だぞ、みんな待ってるわけですよ。やがて、その立川方面から、こうパッと晴れさせて、フィーっていう汽車の音がしたんですよ。あ、来た来た来た。ガーッとこっち向かってくるわけですよね。あまり女の人にこの異常はないようなんですね。とそのうちにこの女の人の体がこう揺れてるって言うんですよ。前後して、ふら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 言うと、あ、揺れてる危ねえなと思って。列車はどんどん来るわけですね。フィーって、って来るわけですね。そしたら、女の人はこう、前へ出そうなんだそうですよ。で、必死に自分でもってこらえてるのに、自分自身でもって前へ出る体も自分で押さえてるような変な形になってるって言うんですよ。おい、どうしたんだどうしたんだ言うてるんです。でも、もうちょっと待てもうちょっと待てカメラ待ってるんですよ。こっちもパチカメラ撮ってるんです。ピシャッピシャッ撮ってるんですよ。で、だんだん列車来る。もう形が見えてるんですよ。すぐさまで、ふーって、ふぃーって来たんですよ。そうすると、女の人の方が、うーんと前へ出たわけですよ。踏切から。その前に足からしまいますよね。うーんと前へ出た。で、必死になってもがいてるんですよ。で、もう列車はもうすぐだった時に、ほとんど体が宙を飛び出てこう手そうになったんで、あらーってガンと押さえて、バーン引っ張り戻した。列車がガガ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 ガなんか知らないけど、すごい力を押されてて、どうにもこうにもその踏切からその線路へ飛び込みそうになってどうしようもなかった。で、ちょっとじゃあ調べてみようよ。純ちゃん調べたんだよって言うんですよ。どうなったって聞いた。すごいよって言うんですよね。というのは、パチカメで撮ったカチッカチッと写真。それをいくつかあったんですが、サボットじゃなかったんだけども、映像の方の動いてる VTR の方。その女の人撮ってるのに、ある瞬間から、女の人の立ってる足元に白いものが固まって見えるって言うんですよ。それがよく見てると、しゃがんでる女だったんですよ。もう一人。みんな見てるんですよ。そこには女の人一人しかいないんですよ。なのに、映った映像には、いつからか知らないけれども、立ってる女の人の足元にもう一人しゃがんでるやつがいる、白いやつが。それで、向こうに、こう明かりがついて、列車が近づくシーンですよね。そしたら今度は、その女は中腰になって、立ってる女の人のことを押してるって言うんですよ。腰の辺りぐっと。それで、もがいてるって言うんですよ、こうやって。それで、かなり列車が近づいて、もう形が分かる時になってくると、その女が完全に立ち上がって、後ろから肩を思いっきり押してる絵だったんですよ。でも、現場にいた人間は誰もそれ見てないんですよ。でも、映像には映ってないよ、純ちゃんって言うんですよ。女が押してたんですよね。純ちゃん、あそこ飛び込みが多いって言うけど、多分、あいつにやられてんだねって言うんですよ。今でも事故があるんですよ。なんと、今年もあったんです。去年もあったんですよ。今年はそこで2回もうすでに起きてるんですよ。今もいるんですね、きっとあいつ。その女性はね。
例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。夜の国道、交通事故で何人もの人が亡くなっている場所に立っている自分を。交通事故はどうして起こったんだろうか。そんなことを思い巡らしながら辺りをぐるーっと見回してみてください。勘の良いあなたならきっと何かその原因が見つかるはずです。そしてその原因が単なる道路の構造上の欠陥にあるんではないということに気がつくはずです。これはそんな場所で実際に私が見たお話です。東京 の広尾というところにね、天元寺の交差点があって、そこからですね、目黒へ向かって一本道があるんですけど、上を高速道路が走ってるんですよ。で、その高速道路の下でもって一箇所ですね、よく事故が起きるって場所があるんですよ。で、誰言うともなくその幽霊が出るって言うんですよね。私はそうじゃないと思うんですよ。中にはその対向車線のライトが眩しくて事故るんじゃないかって話もあったんですが、まあ、そばにスタジオなんかあるんですね。私もそのスタジオでもって何度かそのドラマ撮ったことあるんですが、ただその先輩の女優さんに言わせると、夜遅くになってくるとたくさんの人が歩く、行進する、靴の足の音がする。でそれがザック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 音がするんだっていう話を聞いたことがあるんですよ。でもさほどみんな気にもしなかった。でもなんとはなくその話は有名だったんですね。いつの頃だったかな、私が気がついたっていうのは、実はそのスタジオの隣に大きな建物があるんですよ。うっそうたる木に囲まれてね。で私不思議に思ったのが、なんでこの建物は昔のまんま変わらないんだろう。時代が変わって誰か使ってないけど誰も使われないまんまになってる。外から見るとどう見ても病院なんですよね。東京の真ん中の一等地、あれだけ大きいところでもって使われないビルがあるっておかしいなと思ってたんですね。それが後にですね、要するに旧日本軍の研究所だったことがあったんですよ。それでまだまだある時耳にしたのは、ここでは実際に人体実験も行われたようだって話を聞いたことがあるんですよ。で中へ入った人たちが出てこなかったって話も聞いたことがあったんですよ。いやー、じゃあすごいとこだなと思って、実際に私行ってみましたよ。確かにこのうっそうたる木の向こうにですね、白い肌のね、建物が建ってるんです。時代が経ってますよ、すごく。それでたくさんのですね、この缶が建物からこうむき出しになって出てるんですよね。いやーと思いましたね。昔のまんまなんですよ。時間が止まってるんですよ。あの缶の中をですよ、たくさんの人の血液が流れたのかな、犠牲者の人の血液が流れたのかなと思うとちょっと怖いものがありますよね。こう薬品の匂いでもするような、そんな気がするんですよ。窓がピシッと閉まったまんまになってるんですよ。濁ったような色してるんですよね。かつて、今から数十年前でしょ、あの鏡、あのガラスの向こうから街を眺めながらね、助けを求めて亡くなった方が何人いたことかと思うんですよね。そう思うとさすがにね、クッとするものがありますよ。窓がこうピシッとガラスが閉まってると当時のまんまなんですよ。窓もその缶も建物の壁もそのまま時間が止まってるんですよね。いや、気持ち悪いもんだなと思ったんですよ。それでふっと気がついたんですよね。そこから高速の入り口があるんですよ。坂があるんですよ。まっすぐの坂なんですよ。ところが一箇所、この手すりというかね、壁が、横の壁がベロンと外側にこう膨らんでる部分があるんですよ。日本の建築技術でもってそんなヘマするわけないのに、そこだけベロンと出っ張ってる。なぜここだけ出っ張ってんだろう。まっすぐ行ってるのに一箇所だけベロンと出っ張ってるんですよ。わかりましたよ。そのベロンと出っ張ってるすぐ下に、その建物の入り口の一つである鉄の扉が閉まってるんですよ。そこにはクレーンがあって、もう大きな木が生えてますよ。昔はそこから誰かをですね、何かをですね、運び込んだであろう、その形跡が今でもあるんですよ。ところが高速へ上がっていく車は、ひょいって横を見ると、そのヘリが出っ張ってるもんだから、ちょうどその門が見えなくなってるんですよね。これは早い話が、これを隠すためにわざと出っ張らせたんじゃないかなと、そうとしか思えないんですよね。ある時そこへ霊能者を連れてたことがあるんですよね。フレアがとこありましたよ。勘弁してくれって言ってましたよ。本当に寒いんですよね、その場所だけ。で、私ある番組があったもんですから、カメラマンとそっとご一緒しましたよ。で行ってみたんです、その事故の多い場所っていうのを。高速道路でした。一体何がだろうと探してみた。であれこれキョロキョロしてる時、ふっと気がついたんですよ。なんとその交通事故が一番大きく起こるという場所、そこに車を運転するぐらいの位置になって私しゃがんでみたんですよ。ちょうど車走ってなかったですから、しゃがんでみてひょいっと前方を見てみると何のことはないですよね。目の前に
高速の入り口と高速道路と、それから途中でもってついたてのようになってる壁と、その間を縫ってまっすぐ正面に黒い夜の闇の中にですよ、その木に囲まれて白い建物の窓がでーっと並んで全部見えるんですよ。何これだったんですよ。そうか、事故る車は何かをここで見たに違いない。でカメラさんに、カメラさんすいませんけどここから撮ってもらえませんか、あの窓見えるでしょ、見えますよね、絶対何かを見たに違いない、あの中には恨みがあったり悲しみがあったり、そういうものが全部埋まってるはずだから、あの窓ガラスが絶対そういうものがあるはずだから。わかりました。しゃがみ込んで角度決めたんです、カメラさんが。で悪いけどカメラさん、どのか窓一個にグッて寄ってくれないか。はい、わかりました、寄ればいいですね、一つ。え、どれでもいいから、どれか窓一つにグッて寄ってくれないか。カメラさん寄ったんですよ、グーッ。その時カメラさんね、うーっ言ったんですよ、震えてね。すっきり何にも言わないんですよ。何か見たんですよ、あの人絶対に。カメラがグッて寄った瞬間に窓ガラスの一つで何かを見たんですよ、あの人はね。今もその建物がありますよね。その時もその時間をたたえたまんま、全然変わることなく、時間の変化もないまんま立ってるんですよね。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。何度となく見る夢の中にいる自分を何度も見ているんですから、夢の中身はお見通しのはずですよね。その中にあって、次はあれが見えてくる、であんなところに出るなんてね。でもその夢が本当にそれで終わりかというと、そうでないこともあるらしいんです。そしてその夢が現実の世界と交差する不思議な世界だとしたら、その結果は知らない方がいいのか、それとも知っている方がいいのか、これはそんな夢と現実の錯綜する中で起きたお話なんです。これ一般の奥さんからいただいたというか教えられた話なんですけどね、この方が、旦那さんの仕事の関係でもって転勤されたんで、自分もその他の都市へ行ったわけですよね。まあ行った新しい都市ですから方向わかんないわけですよ。西も東もわかんない。ただその道路辺行けばスーパーマーケットがあって、どこに何があってっていうのはわかるわけですよね。でまだ行って間もない頃なんですが、どうにか自分で買い物はできるようになったんですけど、ところがその頃から必ず同じ夢を見るっていうんですよね。で自分としてはこれ夢だと思えないような気がするんですよ。それどういうことかというと、夜中になると気がつくと自分は外にいて、で黙ってその昼間買い物行くその道を歩いてるんだそうですよ。しばらく行くと踏切があるって言うんですね。で踏切のとこまで行ってふっと気がつくと、その向こう側に誰かが立ってるって言うんですよ。で夜遅い時間ですから電車も何も通らないわけで、踏切を渡ろうとは渡れるんだけど、なんか渡るのが嫌だった。ただ向こうにあるぼーっとした範囲はじーっと自分を見てる、ただそれだけのことなんですよね。ところがそれを何回も何回も見るんだそうですよ。で実際にその踏切もその歩いていく道も現実自分が普段歩いてるのと全く同じだったんですよね。夢の中とは思えないって言うんですよ。でなんであの夢を見るんだろう。それで私の方をじっと見てる一体あれは何なんだろう。どうもそれが生きてる人間とは思えない、意味がわからない、そういうことはずっと続いたんですよね。である日考えたんですよね。そうだ、今度もしあの夢を見たらばついていってみよう、そういうふうに決めた。で夜寝るときに、よし今日あの夢を見たら絶対ついていくぞ、絶対ついていくぞって決めて寝た。ただその日やっぱり夢を見たんですよね。気がついたら家の外にいて道を歩いてる、そのいつもの夢のパターンですよね。ずーっと歩いてる。でしばらく歩いていくと踏切が見えてきた。
ふっと思ってみたら、案の定向こうで立って待ってる人がいるんだそうですよ。いつもは立ってるだけなのに、その人は自分を呼ぶような格好をしたって言うんですよね。まるでついてきてというように、様式はついていこうと思って、ついてったって言うんですよ。そしたら、踏切の向こう側をスーッと歩いていくんで、後から行くと、横に曲がって坂道上がってったんですね。ああ、坂道上がっていくなぁと思って、とっとっとっと坂道上がっていく。ほんと横丁また一つ曲がったんで曲がってみた。ほんでもう一回曲がったんで曲がってみると、そこが大きいお墓だったんですね。墓地へ入っていくって言うんですよ。あれーと思ったけど自分ついてった。墓地の中ほどまでついてったら、ふっと消えちゃったって言うんですよ。あれどっち行ったんだろう、おかしいなぁと思ったけど、帰ってきたんですよね。もちろん朝目が開いた時には布団の中ですよ。私は夢見たのかなぁ。だけど本当に行ったんだけどなぁと。それでは一つ、昼間行ってみてみようかと。それで、いつものように道を歩いて踏切まで行ってみた。そうだそうだ、ここだったなと。で、その昨日ありたと同じように行ってみると、曲がって上り坂になってる。え、自分はこっち来て間もないですから、そんなに知らないわけですよね。なんだ、昨日と同じじゃないか。あるじゃないか、現実に。行ったら何なんだろうと。ずーっと坂道上がって、一回曲がる。曲がった。また曲がる。ちょっと目の前に広い墓地が広がる。あ、墓地があるじゃないか。じゃあ私は一体何見たんだろう。現実私はここ歩いたのかな。で、お墓の中央ぐらいまで行ってみた。ここまで来たんだよなーと思ってた。で、キョロキョロ周りを見ていたんだけど、別に何ってこともないし、一体なんでこんな夢見るんだろうなと。で、何気なくそばのこの墓石見たらば、端っこがそこ欠けてたんだ。あら、これ欠けてるなと思ったんですよ。で、帰ってきたんですよね。それから何日かして、いつものようにごく普通に買い物行って、その踏切渡ってね、近くになるとスーパーで買い物した。スーパーの中はですね、人でごった返してましてね、忙しい時間なんでしょうね。で、彼女の方もですね、あれだこれだ物探してと、なんか向こうでもって自分の方にこう手放して声をかけた人がいるんですね。え、見るとあちらの方でこっちに懐かしそうな顔してる女がいるんですよ。行ってみると懐かしい幼馴染の女の子、いやもう今もちろん大人になってるわけですが、その人がこちらにニコ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 笑いながら、わあ、ずいぶんしばらくね、いやーしばらくね、まあ、聞いてみるとこちらへ越してきてる、自分もこっちへ越してきたね。いや、縁というものは面白いもんだなってんで、話がどん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 盛り上がったんですが、そうするとその幼馴染の女の子、まあ、その奥さんが、あ、いけない、もう時間がないから私帰らなくちゃいけないわ、今度は一度遊びに来て、ねえ、ねえ、知ってるわよね、ええ、で彼女は言っちゃった。別れて家帰って、でも考えてみたらその幼馴染のうちなんか行ったことは一回もない。でも知ってるわよねって言われた瞬間に、ええって言ってしまった。あれと思いながら台所の仕事を始めた。その時にん？思い出した、あの夢に出てくる踏切の女、あの女なんですよ、幼馴染は。紛れもなくその幼馴染なんですよ。え？知ってるわよね。もしや、そう思ったんですよ。よし、じゃあ行ってみよう。気を改めて墓まで行ってみたんですよ。なんでここで消えたんだろうなと思いながら、見るとはなく端のこけたその墓石を眺めてひょっとこ見たら、名前がおった。名字は変わってるけど名前は間違いなくその人で、年齢も自分と近い年齢で亡くなってるんですよね。たまたまご住職が来たんで聞いてみたらば、あ、ここからすぐ近いところの奥さんで亡くなられたんですよ去年。こういう人ですよねって言ったら、そうです、夢に現れたのは幼馴染だったんですよね。偶然同じ町に自分が越してきたもんだから懐かしくて呼んだんでしょうね、きっとね。そういう不思議な体験をしましたよって教えられましたね。
例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。突然の大雨に飛び込んだ古い屋敷の軒先の自分、よく見知った町のはずなのに初めて見る屋敷、そこには謎めたものがあります。ドアを開けて中へ入ってみると、これはそんな雨の降りしきる夜の出来事です。市ヶ谷にね、荒れた屋敷があったんですよ。誰もそれ寄りつかなかったし、私もね、うわ、随分こんな屋敷があるもんだなと思って今見ることあったんですよ。ところがこれ結構ね、アベックさんなんかがね、近くで飲んだりするとこれなんか漬け込んだりなんかしてね、悪さするらしいんですよ。でもほとんど触れ上がって警察に逃げてくるっていう話が有名だったんですよ。一体何があるんだろうかと考えたら、周りはどんどん立派なビルになってるのに、その一角だけは古いまんまの建物がその鬱蒼たる木に囲まれて残ってるんですよ。非常に不思議な状況ですよね。確かにそば行ってみると普通ではないんですよね。で、後にこれがある人から聞いたんですよ。いや、知らなかったの、あそこにこういう話があるんだ。それね、たまたまその学生時代、まあ、つまり大学があるんですが、その学生時代の友達たちがしばらくに会ったんですよ、高まで持ってね、まだみんな独身なんですがね。それで会って、おー飲もうや飲もうやって、でワイワイ飲んで、それでまた次の店行ってワイワイ飲んで、もう帰ったっていいんだけど、なんとなくしばらくぶりだったもんだ、嬉しいし、学生時代のその街ですから、あっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったり飲んでたんですね。飲んでるうちに、じゃあもう電車なくなっちゃうから帰ろうかと。そうだな、電車なくなっちゃうから帰ろうかと。で、歩き始めたんですね。ところがみんな方向が定かじゃないんですよ。あっち行ったりこっち行ったりしたもんだから。おい、道間違えたんじゃねえか、これ。いや、あってんならこれでいいんだろう。なあ、こんなもんだよって。何言っても学生時代でしょっちゅうここら辺歩き回ったんだから、道間違えるわけねえやなんか言って、一人が先頭歩いてたんですよ。そしたらポツン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 と雨が降り始めてきた。うわ、雨降っちゃったらどうしようかと思ったら、バタ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 と、だん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 雨が強くなった。おい、どうしようどうしよう、おいどうしようって、おいこっちこっちこっちとか、なんだよこっちこっちなんだよって走って、先頭のやつ走ってからみんなついていくと、向こうにその屋敷があるわけで、おあそこあそこあそこ休もうやと、おいや悪いんじゃないか帰っちゃう、いいよいいよと、そこにロープがかかった立ち入り禁止の。お前まずいよ、お前立ち入り禁止書いてあるよって。立ち入り禁止ってことは人がいねえんだからいいじゃないかって、お前乱暴だなって入ってた。それでその日の玄関口の軒下に立ったんですね。あと連中立ったんですよ。雨がザーッと降ってるわけですよね。夜中の雨ですから寂しいですよね。立って、おいどうしようかな、おい、やみそうもねえな、駅までこれで行けねえぞって、電車乗れなくなっちゃうどうしようかなと。そしたらガチャ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 、もう何やってんだよ、名前だって軒下で待ったってしょうがないだろうねえ、だったら中入って待った方がいいじゃないか、お前それ家宅侵入なんだから。家宅侵入ならないよ、お前人が住んでるは別だけど、こんな空き家だからお前入ったって別に問題ないよ。ドアが開いちゃったって、結構これみんな入ってんじゃねえかこの家。それで中入ってたら、中真っ暗ですよ、明かりはもちろんないから。でその先頭行ったやつがこう中覗くと、部屋がボロボロだそうですよ。うわ汚ねえなお前、もうこれ畳抜けちゃってんじゃねえかなと。でまた次の部屋、今度とこなんだ、ここもすごいな、ずいぶん汚れちゃってんなおい、ほこりだらけでもすごいぜ、ライターカチッつけてずっと次のとまたボロボロになって、うわすげえな、ボロボロじゃねえかこの部屋って、もういいよとか、それで待ってよやって、こんな暗いとこやだよ、いいよ暗くたってお前雨当たんねえだけいいじゃねえか。廊下のどん詰まりのとこ行って、いーっとカチッてライターつけた。あれこれだけ新しいなおい、綺麗だぜここ、ほんとだよおい、誰か住んでんじゃねえかって。住んでやしたいだろって、じゃあここで休もうか、そうだな、入ってくるうちゃって、なんかうんだぞ俺、なんだやだなおい、うん、ライターでつけて見てみると、古い腐ったような花束がそのまま置いてあった。なんだよこれ、出してポーンと蹴って、それでそのままドーンと刺しちゃった。みんないいように酔ってるもんだから、中にはぽっくりこっくり始めたと。外はどんどん雨が強くなって、ザーッとバチ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 って窓に当たるような音がする。すげえ雨になってきちゃったなーい。でまたライターがつけると、周りがうっすらっと見える。で消しちゃうと真っ暗になっちゃう。でまたライターつけると、周りがファーッと、また真っ暗になっちゃう。いやだね、どうしようかな、電車もねえだろうな。これでまたライターパッとつけた。でふんと思ったら、ライターをつけてる人間の向かいにいた人間が、なんとも言えない目で一点方向を眺めてる。じーっと、うん、なんだよ、うん、でまたライターが消える。またパシッとつける。そいつがもっと真剣な目でじーっと見てる。うん、小さな声出ようや、ここ出ようや、
なんでこてんだよ、お前。いいよ、もうちょっとやんだら、お前、出ようよ。こいちゃいけないよ。ここいない、お前。出ようや。こいちゃまずいから、出ようや。なんだよ。ん？目立つの。ん？ぼや。何がだよ。と、もう一人が。まずい。まずいよ、ここが。出ようや。声が震えてる。なんだよ。気がつかないから、ライターつけてる。なんだよ。ちょっとライター消えた。そしたらもう関係なく立ち上がったんだ。おい、ちょっと待て待て待て、待てよって言いながら、ライターつけて、ピュッと部屋の中、見ると、みんなが、こう、輪になって座ってますよね。部屋の隅の方に、何かがいるんだよね。背中を向けて一人座ってたんだって、じーっと。さっき部屋の打った時にはそんな人いなかったんですよ。背中を向けてじーっと座ってた。誰だ、行こう、あれ違う、行こう。二人は完全にもうビビり上がってた。さあ、それがスッと動いたら消えたんです。いいから早く行くんだよ、バーッと。なんだよ、バシャーッと。その時分かったんです。絶対あいつ人間じゃないよ。分かったんです。みんな部屋がすごく寒くって普通じゃないよな。慌てて食べてバーン、スッとバターンって削られた。さっきの立ち入り禁止の締めに削られた。バターン、大丈夫だ、大丈夫だ、痛っ、おー、大丈夫、入って逃げた。ふっと振り返ったら、部屋の中でブワーッと赤く燃えてる人玉のようなのを見たんです。なんだあれ、見たろ、見たよな、ああ、あれは、あれは幽霊に決まってるじゃないか。ダーンと入った時に一人が、そういえばお前昔さ、姉の屋敷でもって死体が上がったってあったよな。あったあったあった、あの屋敷ってあそこだよな、きっと。だったんですよね、市街の屋敷あったんですね、そういうところが。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。夜中に国道をドライブしている自分を、車の中は密室、そして自分一人がそこにいる。ドライブの最中に起こる怖い話といえば、乗せた人をふと見ると消えていたり、その逆で誰かが乗っていたりというのをよく聞きますよね。でもその時乗せた人は消えも隠れもしなかったんです。ある場所へどうしても行きたかったんですね、その人は。どうしても。これはそんな一人の女性を乗せてしまったことから起こったちょっと悲しいお話なんです。国道の246号線であるんですね、まあ、通称ルート246ってますが、まあ、東京の街中走ってるんですけど、そこを若い学生二人がバーッと車を飛ばしてた。で、彼らはっていうと、まあ、の横浜に近いところにその車を運転してる彼 の, そのアパートがあるんで、今日は2人そこで泊まろうやって言ってね、男同士ダーッとしてた。どうせだろう、お前とかやったらだろう、食うもんないんだろう、ねえな、じゃあどっかで買い物しようやってことになって、あああるあるある、じゃああそこにしようやってんで、車を止めて道路突きてって、そのコンビニに入ったわけですよ。そこであれこれ買い物して出てきたんですね。あれと思ってひょいと見ると、穴く見てみると近くに電話ボックスがあるんですがね、そのうつらした明かりの中に今しがた電話をかけ終わったばかりの女の子が立ってるんですね。で、ぽーっと外を見てる。あれ、こんな時間にどうしたんだろうな、車はないし、誰かと待ち合わせしてるにしちゃ変な場所だし、なんだろうと気になったもんだから、そば行ってみた。結構可愛い子なんですね。で、黙って外を見てるから、片方がどうしたんですかって聞いたんですね。どうしたの。はい、お友達と待ち合わせしたんですけど連絡が取れないんです。で、ここで待ってるんですけど、どうやってしたらいいか分かんないんだけど、帰れなくなっちゃって。うちどこって聞いたら、横浜の方だって言うんですね。あ、なんで、じゃあうちの方だよ。本当は彼の家は横浜より手前なんですが、まあ若い女の子ですから、乗っけてってやろうとこう思ったわけですわね。ありがとうございますって乗ってきた。で、若者3人、ダーッと走ってみた。
話してみると、なんとこの女の子はその若者二人と同じ大学の新入生なんですよね。あ、なんだそっか、学校同じかなんて話はだんだん盛り上がって、で、ああでもないこうでもない、じゃあ今度はまたみんなでもって一緒遊び行こうやなんて話になった。じゃあお願いします、できるかで笑いながらダーッとして、ここです、すいません、ありがとうございました、あ、ここでいいのって車止めた。そうニコニコ笑って女の子が降りてった。暗闇の中トットットットって歩いてくんで、こうやって見送ってると、その路地の奥の方に古いアパートがあって、階段をカン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 って上がるなら、こっちをチラッと見た。でドアの前に立ったんで、ああ、あそこなんだなと思いながら手振って、そのまま車を U ターンさせて家へ戻ろうとしたんですね。その時に、あ、いけない、さっきのコンビニでもって俺手帳置いてきちゃったよ、お金払う時に忘れて落ちちゃったなら、カンタかなんかに取りてくれるって、じゃあいやいやってんで、ガーッと元来た道戻ってったんですね。それでコンビニのところで車止めて、すいません、実は声かけでもって先ほど買い物したんですけど、手帳を落としてたと思うんですが、ありませんですかねって言うと、これですかって持ってきたんです。あったあった、よかった、すいません、で手帳受け取った。あ、よかった、あったってんで出てきた二人が、さあ車乗ろうかなと思ってひょいっと見ると、わなくさっきのその電話ボックスの方に目をやると、今しがた電話をかけたばっかりの女の子がいる。で外をぼーっと見てる。あれ、またおい女の子いるぜ、あの電話ボックスはよく女の子来るんだなと。おい、あの子お前今のあの子似てないか、何がほら何言ってんだお前、だって今送ってきたばっかりの女の子が俺たちが早く来れるわけないじゃないか、でも似てるよな、うん、言われてみりゃそっくりなんですよね。そんなバカなことはないと、今しがたその女の子は送ったばかりで自分たちそれで戻ってきてますからね、自分らより先に来てるわけがないんですよね。でも似てるんですよ、近くまで行って見てもいいんだけど、なんか気になったんですよ。よせよ、じゃあ反対側の通りから見てみようか、反対側渡ってこうじーっと見てみて、おいあの子だよ、おい嘘だ、いやいやあの子だよ、本当だ、人間がそんな早くに移動できるわけがない、でも紛れもなく電話ボックスにはその子だ。よせお前、そんなことねえぞ、絶対気持ち悪いな、じゃ何かお前あれ幽霊なんかなことはないよ、ちゃんと名前も聞いたし学校で行け調べりゃ分かるから、ということで二人は後日学校行ってですね、訪ねてきたんですね。すいません、これこれこういう新入生の女の子いませんかと、係の女の人が、はい、調べてくれた、あ、おりますよ、あ、やっぱりいたんだ、あ、そうか、あ、ただあのこの方入学されて2ヶ月後に交通事故で亡くなってます、え、じゃああの子、いや、もしかするとあれだぞ、俺たちに嘘の名前と住所教えたのかもしれないよ、だからあの子は生きてるに違いないよ、そうかな、だってお前そっくりだったぜ、不思議な気持ちになりながら出てきた二人、どうせ俺たちもあの家送ってったんだから昼間でも場所わかるだろう、わかるよな、行ってみるかってんで二人車で行ってみた、でーってこの辺だったよな、あ、こだって止まった、ああ路地あるだろう、あのアパートだよ、で二人で行ってみた、カン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 、外からの階段上がって2階、で彼女が立ってたそのドアの前まで行ってみた、人が住んでる気配がない、おかしいな、誰かいないようだけど俺聞いてみようか、うろうろしてると隣のドアが開いて住人が顔を出したんですね、はい、いやすいません、あの実はここへ訪ねてきたんですけど、あ、そちら留守ですよ、あ、何時頃戻られますでしょうか、うん、うん、今誰もいないの、これ引っ越しちゃったから、え、いつですか、いやもう結構前に引っ越しましたよ、お名前は、これこれこういう人です、お名前違うぜ、何さんって言うんじゃありませんか、うん、うん、そうじゃありませんよ、あのこういう感じのこういう、いいえこういう感じの顔が丸くて全然違うじゃないか、おかしいな、すいません、ちょっと立ち入ったこと聞いて申し訳ないんですけど、こちらにいた方その女子大生の方ですか、なんで引っ越したんですか、2ヶ月ぐらい前から夜になるといたずら電話がかかってくるそうなんですよ、出ると全然何の声もしないんですが、そのまま切れてしまうらしいんですよね、それが毎晩のように電話がかかってくるってんで気持ち悪くて引っ越しちゃったんです、その時ふっと思えた、
夜中の電話。そういえば彼女電話ボックスでもって誰かに電話してたよな。そうか、いたずら電話の主ってのは彼女だったんだ。彼女が待っていた友人っていうのは実は越したこの子だったんだよ。そうか、彼女はあそこで叱られて死んで、でいつも彼女のとこに電話してたんだな。そうなんですよね、いたずら電話で起死回生した友達っていうのは、そのいたずら電話の主が実は自分と待ち合わせした死んだ女の子だったんですよね。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。人気のない夜道を一人ドライブしていて迷い込んでしまった自分を、なんとかここから逃れたい、どこだかわからないんですから誰だってそう思いますよね。でもよーく考えてみてください。迷い込んでしまったのは自分のせいなのか、それとも誰かに導かれたものなのか。これはそんな若者のお話なんです。私のその友達のブレーンなんだけど、まあ、あの作家関係やってるんですよね。それでその愛知県の方で仕事が終わったんで帰ってきたってんですよ。で地図にはいいんだけど愛知から大阪簡単だからまあいいやってんで夜中車走らせてきた。それで相棒と一緒に途中で持って買ったコンビニのなんかものを食いながら、ああでもねえぞこうでもねえぞ言いながらベーッとしてる。川に出たんで、大丈夫だよ川に出たらば土手っぷちゃしたらどっか通り出るに決まってるから川の道行ったらいいよって言ってデーッとしてた。そのうちに、でもこの道すげえな、前にも後ろにも車来ねえぞ、全然いないわけです車がね、なんだ車いねえやってデーッとしてた。でそうこうやってる時にキャーッと車行ったら、おいおいなんだよ危ねえなって言ったら、いやこれ怖いよお前、ここお前ガードレールがないからさ、カーブ来た瞬間に落っこっちゃうなって、やめてくれよおい気をつけてくれよなって。で助手席の彼もこう見るわけですよね、怖いですから、川が蛇行しますから一緒に道も蛇行するわけですよ、土手の道ですからね、でもガードレールがない、それは車走ってないわけですよ。後で分かったことなんだけど、ここはあの別の道ができて工事関係でもって当時立ち入っちゃいけない場所だったんですよ。彼ら間違ってそれ出ちゃったんですね、使われてない道へ。でデーとしてた、誰もおらんなーっていう。そのうちに大きくカーブするときにヒュッと前方を見てた、そのもう一人が、おい土手の向こうに誰かおるぜ、何が、いやなんかおるよ動いてるよって、嘘つけお前こんな時間におるかい、ハンドル持ってるそいつが言ったわけですよね。またブーッと回ってまた出てくるとまたその土手の方じーっと見て、友達がいやいやおるよお前子供がたくさんいるぜ、何言ってんの子供いるわけないじゃないかそんなもんが、いやおるよたくさん、なんだろうな。で車はだん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 その土手に近づいていくわけですよね、ずーっと蛇行しながら寄っていくわけですよ、ね、なんだろうななんだろうなって言うから、運転してる彼もひょっと顔を伸ばしてこう見るわけですよね。バーッて近づいた、おい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 おるよおい、幼稚園の子供かなんか知らないけどたくさんおるぞおい、何してんだろうな。車が近づいたその上を通ってた、バーッとひょいっと下を見ると土手で草むしりしてる、たくさんの幼稚園児が、むしって何だおい今の、幼稚園児がお前草むしりしてるぞ、何言ってんだお前こんな時間に子供がお前草むしりするわけねえじゃないか、いやだってお前ちゃんと幼稚園児やってたらお前見たろって、お前見た、お前もしかするとあれ見ちゃいけねえもんかもしんねえぞ俺たち、え？だってそうだろ、こんな時間にあんなとこでもって子供がたくさんで草も知ってるか、お前音聞いたか、聞いてない、あいつは症状あったかない、あいつは目見たか覚えてないよ、うわよそで急いで帰ろうぜってブワーッと、でも飛ばせない落っこちゃいけないからだーッとバーッとしばらく人その土手の上の右側にマイクロバスのが見えたんですよ、え？なんとか幼稚園って字が見えた、なんだお前あの車だよ、幼稚園児来てるんだよあの車でって、そうか変な時間来るもんだな、わーって時にやっぱり違うぞお前あの車よく見てみる、ボロボロの車なんだ、だん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 近づく、タイヤがない、ただ乗っけられてる台の上に昔の古い幼稚園のバスなんですよ、うわーやだーめどうしようと、でも道は狭いですからスピード緩めないしょうがない、どっちから落っこちゃいますからね、もう助手席の彼は見ながら顔をそっと見てる、でハンドル持って帰るのはしょうがないから前見るわけですよね、
すれ違う瞬間スピード落ちますよね、スーッと。確かに何何幼稚園って見えなそうですよ。でも窓は割れてるし、傷だらけでもってあちこち錆びてて、それはもう形になくなってないボロボロなんですよね。それをツー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 すれ違ってるわけですよね、ずーっと前の方へ。それをすれ違ってずー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 、見たくはないけど見ないと車が危ないですから、どうしてもバスも見てしまう。さあちょうどそのバスを通り過ぎるって瞬間ですよね。ああこれでバスを通り過ぎるんだと思ったら、ひょいっとハンドル持ってる友達の方がね、それとひょいっと助手席の窓があって、そこにビターッと血だらけの女が張り付いてこっちをじーっと見てたんですよね。うわーすごい受けて逃げたんですよね。そうかお前、あの女が引率者だったんだな、あと言ったって言うんですよね。変なとこ通っちゃったですよって彼は話してくれました。例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。暗闇に佇む自分ともう一人の影、真っ暗なんですから本当なら一人より二人の方が安心できるんですが、でももしそのもう一人が人間でなかったら、そしてそいつを目の当たりにしているとしたら、これはそんな状況を逸した世界で起こったお話なんです。北海道の白い道なんですね。これ田舎の方の道なんですがね、そこをこう車を飛ばして若者が来たわけです。2人ね、バーッと飛ばすわけですよ。でもそのヘッドライトの中には何にもその邪魔するものもないし、前にも後ろにも車がいないわけですよね。夜の夜中のことですから、もう全然車走ってはしないんですね。それでああでもないこうでもないっていろいろ冗談なんか言ったりしたんですね、2人で。でただ、車はずーっと何にもない道を一気に走るだけなんですよね。スピードが結構上がってきますよね。とわっとして、ドーンとキューッと止まったんです。うわっやっちゃったー、慌てて飛び出たんですよね、一人が。どうしたーって言ってみたんです。車が前の方が引っ込んでて、向こうの方にドーン倒れた人間がいるんですよ。うわどうしようと思ったけど、おいちょっと見に行こうやって見に行って、あ覗いた瞬間にも分かったんですよね。ほとんど即死の状態で倒れてるんですよね。生きてるかなって、もし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 、やっても反応がない。どうしよう俺人死んじゃったよ。でもおかしい、真っ暗な道で、真っ暗のその周囲のから考えてみて、人間が一人歩いてくるんだったらば明かりを持ってるとか何かするはずなのに、そういったのは何も持ってないんですね。どっから現れたかわからない。確かに車は飛ばしてましたから死んじゃったのはわかるけど、逆に言えば車のライトが突っ込んでくるわけだから渡るバカはいないんですよね。なのに死んでしまったんですよ。どうしようと、どうすることもできないからしばらく考えたんですね。考えてもしょうがない、これも警察じゃなきゃしょうがないですから。でいいよ俺今警察行ってくるわと、で救急車にも連絡取るからって、まあ電話もないしね、で行くよと。でこれからまたここ車通るかもしれないし、この前にしておけないから、悪いけどお前ここで見ててくんないかと言われたわけですね。ですから助手席の彼がその真っ暗なところで持って死体のそばで待ってるわけですよ。それでその敷いた方の人間はもうかなり舞い上がりながら車で持って行ったわけですよ、町の方へ。ダーッとしてたわけ。車が行っちゃうとこれもう何があったって最高に恐ろしいですよね。あたりは真っ暗で何にもない通りの真ん中でもって、通りつっても田舎のその通りですからね、何にもないですからね。そこで額と二人きりですよね、暗い中で。ひょいっと見たらその道路に沿った向こうの方に街路灯があったそうですよ。なんとはなくこうやっぱりその明かりの方から逃げていくんですね。見ちゃいけない、見たら怖いから見んな見ようと思って額の方は目をやらないようにしてる。見ちゃうと怖いから下に背中を向けて歩くんだけど、下に背中を向けてるとまた怖い。なんか今うーっつったような気がするわけです。あれと思ってこう見ようかなと思うんだけど、動いた気配がない。歩き始めるとなんか後ろの方で動いたような気がするって見ると動いてない。うわーやだなー、情けないことだったな、怖いなと思いながら、だん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 街路灯の方へ行ったそうですよ。それで街路灯の下でもって立って離れたとこから試合見てたそうですかってね。車でしょうがないですから、他に車来ないかな、誰か来てくれないかなと思ったら誰も来ない。何でしょう、何にも来ない。そこでただしにこう待ってらっしゃって、ずっと下へと二人聞いてもって、そのうちに下に背中向けて明かりの下でもってぼーっと友達が行った方向を眺めてたんですね。ズズズズッと音がするんだそうですよ。んなんだ、シーンとしてる中でズズッズズッと音がする。ん見ると死体が転がってるだけで他に何もないですよね。でもその死体が動いたように見えたんですね。
生きてんのかなと思って。で、声かけるのも怖いし、ただ一言、おいって言ってみたけど、全然反応がない。嘘だ、あれは死んでるからそんなわけねえなって。一体今のことなんだろうと。怖いからまた目を背けてる。しばらくすると、ズー、ズー、ズー、ふっ。あれ？死体が自分に近づいてきてる。どうして？怖いですよね。おい！おい！声かけたけど、全然反応がない。死んでる死体が自分の近づいてきてる。おい、勘弁してくれ、おい。勘弁してくれ、おい。助けてくれよ、と思いながら、明かりついたと思って、柱だけついて、助けてくれよ、向こう行ってくれ、向こう行ってくれ。ズーズーズー、あー、くる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 、あー、やばい、来る、どうしよう、来るよ、しょう。うわー、助けてくれ、どうしよう。ふっ。かなり近づいてる。その時分かったの。死体の上半身だけが来てる。待てよ。二つに切れた死体が、生きてるわけないです。体二つに切れてる。それがどうやらずれて、自分の近づいてる。うわーと思ったら、ズーズーズーって来たら、ダーと思ったら逃げ場所がない。結構速いスピードで寄ってくるわけですよ。このまま行ったんじゃ真っ暗な道ですから何があるかわからない。怖いです。やっぱり死体見なくちゃいけないんだよ。かといって逃げ場がない。ヒュッと見れば街路灯ですから、登っちゃおうと思って街路灯に登ったんだよ。登り始めると、ズズ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 って上半身が来たんですよね。それでグッと見上げたって言うんですよ。うわー、助けてくれって言ったら、ズーッ、ズーッと上がろうとするんですよ、死体が。これが上がらない。上半身しかなから上がらない。ズー、ズー、ズーッと背が高く、助けてくれー、助けてくれー、助けてくれー、下に持って、ズー、ズー、ズーで、助けてくれー、助けてくれよーって触れた。目つぶって。キキキキキって車が止まるのかいです。で、タッ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 と入ってくることがする。うわー、ダメだ、助けてくれと。何やってるんだー、へっ、下でおまわりやったって言ったんですよ。何すか、何やってんだよ。いや、あの死体があった。死体じゃないよ、あんた何やってんだって。いや、今そこにいるでしょって。何もいないよって。へっ、見たらもう係の人が向こうでもって調べてて、救急車も来ていて、友達もそこに立ってて、死体は元通りそこになったって言うんですよ。それは彼がきっと見た恐怖の幻覚なのか、それとも実際に死体は彼のところへ恨みがましく寄ってきたのか、またなんですけれども、そういう話を聞きましたね。例えばこういう世界を思い浮かべてみてください。昼間でも薄暗い、それほどに深い木々に覆われた森にいる自分を、不思議なことに物音一つない。聞こえるのは自分の緊張した荒い息遣いだけ。でもそういう時は誰かにじーっと見られているんです。こちらの様子を伺っている奴らに。もう皆さんお分かりですね。これは富士の樹海のお話です。ではそろそろ参りましょうか。私の体験した不思議なあの世界へ。テレビのクイズ番組でもってですね、富士の樹海へ行ったんですよ。女性アナウンサーで連れましてね。で、ディレクターがですね、稲川さん出ますかね、稲川さん出ますかねって言うんですよ。なかなか幽霊は出ないよって言ったんです。でも出ないよって言ったけど、もしもあるもんならば見せてあげたいなって見ちゃったんですね。ずーっと行ったんですよ。どん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 。当てなんかないんですよ。私がいて、女性アナウンサー二人。で、あとはカメラさん、照明さん、音声さん、ディレクター。で、行ったんですよ、ずーっと。そしたらちょうど、木の皮をちょうど向かれた感じで二本木が立ったんですよ。なんかこの門っていうかな、地へ入るその地の入り口とでもいいんでしょうかね。そういう感じなんですよ。あの象の牙みたいにね、2本、ニョキーッと、根っこはあるんですよ。でも木の皮は剥がされてて、丸裸の木は2本立ってるんですよ。なんかの目印みたいにね、気持ち悪いなーで、覗くと歩いていけそうなような状態でもあるんですよ。いくらこれから死のうっていう人間だってね、やぶん中突きって行きましませんからね。うわすげえなーと。リフターが、皆さん気味悪いですね、気味悪いね。カメラさんも、うわすげえ気味悪いなーって言うんですよ。どうですか皆さん、女性アナウンサーに
下で祝いとて50メートルぐらい送りさせませんかって言うんですよ。今気味悪いなって言ったくせにですよ。それでその女性アナウンサーの胴体に下祝いて50メートルぐらいで、頭にはヘルメットかぶって、あとカンテナつけて、でポラロイドカメラ持たせて生かしたんです。大丈夫かって、はい大丈夫です、怖かったら声上げて言ってあげるから、はい大丈夫かって涙ぐんでるんですよ、ね、これで入っていくんです。ずっとまだ木の葉が生えてませんから、こういう枯れ枝の間もですね、明かりがチラ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 って、ね、だん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 奥に入っていくんですよ。大丈夫かって入っていってんですよ。かわいそうですよね、どんどん入っていくんです。だいぶ行ったら引っ張ってますって言うんですよ。マイクを落とした声が聞こえるんですよね。引っ張ってる引っ張ってるとか、かわいそうだから今行ってるぞ。それで私そのロープを持ってだん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 入ってたんです。明かりつけないまま手探りでどん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 行ったんですよね。と木の向こうに明かりが見えるんですよ。もう3メーターぐらいですよね。あの時って怖いもんですね。もしも彼女に近づいて、いやーって言った瞬間、こっち見て彼女が別人だったらどうしようって、その時言われましたよ。彼女が指さすんですよね、稲川さんあそこ。大きなもみの木があって、それで葉が落ちてて柔らかそうなんですよ。周りは薄そうたら原生になるね。またもみの木だなと思ったんですよ。で、彼女の縄をほどいてあげて、で、いいよ、行っていいよって。で、あのカメラ借りてね、ポラで持って一箇所。そしてそのもみの木の下を撮って、また近づいて撮ったんですよ、同じ場所から。で、その撮ったフィルム持って、ロープ丸めてついてった。彼女は先をどん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 行く。私はとか行ったわけですよ。それで、見てみたら、2回目に撮ったそのもみの木の下の写真、木の下に白いものが横たわってるんですよ。どう見てもこれ、白骨体かなんかが口開けて、あーって倒れてるように見えるんですよね。これ違うかなと思ったんですよ。それで、偶然にアップで1枚撮ってますから、そっちを見てみた。そっちにも写ってれば、それが違和感なんかだったらば、これは勘違いってことありますからね。ところが、もう一枚の方はアップで吸ってるのに何も吸ってないんですよ。これやったなと思いましたよね。それでみんながいたんで、おい、やった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 。ところがみんな私の話聞こうとしてるんですよね。シーッとしてるんですよ。なんだろうと思ったんですね。みんなシーッとしてるんですよ。遠くの方で、と音がするんですよね。エンジンの音だったらば、と行きますよね、車だったら。それが同じボルトで、あの音って聞いたんですよ、音声さんが。そのうちに、だんだん近づいてくるんですよ。おい、あれ、エンジンじゃないよねって言ったら、ええ、お経みたいなんですって言ったら、ええ、そういう風に聞こえますね、音声さんが言うんですよ。音声さん、マイクをそっち向けてるんですよね。でもまだ何キロか向こうって感じなんですよ。シーッとしてる。それが、どん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 近づいてくるんですよ。え、もう300メーターか400メーターのとこ来てるんですよ。なバカなことないですよね。あの広い原生林の中で我々だったらほんの点ですよ、ちいちゃんってですよ。そこはですよ、道ないところ、あの遠いところからどん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 こっちに向かってくれるやつなんて人間であるわけない、そんなもの。でも確実にその時私頭に浮かんだんですよ。灰色っぽいような黒っぽいようなその一段がですね、縦にずらーっと並んで、顔はわからないんですが、そうお経を上げながらこっちに近づいてくる絵が浮かぶんです頭に。そしたらカメラさんが、なんかたくさんの人が並んでこっちに来るような気がしませんかって言うんですよ。偶然考えてることを思い出したんですよ。浮かんだんですよ頭に、うわっと思って。そしたらもうそこ来てるんですよ。来てるんですよ。もう200メーターぐらいですよ。どん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 来るんですよ。恐怖走りましたよ。みんなもうどうしようもいいない、わからないから、ただ唖然としてますよね。震えてますよ。女の子涙ぐんでるし、怖いんですよ。どんどん来るんですよ。恐怖ってすごいですね。怖くて、だって今ここで逃げたって間に合うわけない。あの原生林なんか何キロとかで一気にここまで来れるやつ、逃げたってすぐ捕まってしまうに決まってますからね。逃げるわけいかない。で、私ポラロイドのカメラ持って怖いから逆に声のする方に向かって突っ込んでたんですよ。うわーって破ん中、うわー、声は出ないんですよ、恐怖で。ただ腹の中で叫んでるんですね。はーって10メーターちょっと前行ったのかな。もうみんな見えないんですよ、原石の中と。目の前に竹があるんですよ。で、それ以上行けないんですよ。ちょうどあの垣根のようになってますって、それ以上行けなかったんですよ。だから思い切って手伸ばして背伸びして、伸ばした手の上で持ってピシャッシャッター切ったんですよ。目の前が真っ白になりました。パーパーって瞬間に私がいる目の前に竹やぶがある。その竹やぶのすぐ向こう側から、おい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 って聞こえたんですよ。うおーと思った。そしてみんなキャーって染み上げてる声をするんですよね。逃げるな逃げるな。あんなところで逃げたらどこか分かんない。富士の時間ってのは怖いですからね。一歩間違ったらどこ行っちゃ分かんないですからね。逃げんなと言ったらもうダメですよ。女の子が泣いてる。みんな汗ブルブル返ってるし、震え上がってますからね。音声さんが声取りました、声取りました。カメラさん撮れなかった。そしたらまた遠くでもっと声がうううってさ、みんなどうしようって私を見るんですよね。しょうがないからもう一回やるかって意味で私指立ったんですよ、一筋で。そしたらみんながうんって言ったんですよ。とまた声が近づいてくるんですよね。
ああ敵は絶対こっちの状況分かってんだと思ったんですよ。もう凄まじい曲ですよね。でポラロイドのカメラ持ってまた作ったんですよ。声の騒がやつで腹の中で叫びながらね、ああそれ私だって怖いですよ。うわっ原生林バリバリ顔で持ってこっち切りながらね、無我もう夢中でしたよね。もうかなり奥行ったんですよ。うわもうこれでいけないと思ったんだから手バーッと上げて思いっきり背伸びしてパサッ押したんですよ。目の前が真っ白になりましたパーッと。で白さがプッと消えた真っ暗な闇があったんですよね。私のほんの1メーター半ぐらいのところで突然おい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 、よかった腰抜けそうでしたよ。空中で声したんですよ。うーっと待って、どっちかってですね、もうみんなパニック状態ですよね。逃げろって言って、しょうがない、ロープを集めながら逃げろって言って道わかんないから先頭になってあとはみんな固まってるんですよ。で走ってると横がパタッと聞いてるんですよ。私のそこで何か動いてるんですよ。その向こうの木の枝何か来てるな、撮ったらとカメラの中に飛び込んでパッと滑ってピシャッサッと押した。そしてやがてその車が置いたのが出たもんですから、ああもう大事だと思った。そうだこれ持ってちょっと喋んなくちゃいけないなと、さっきは何も喋ってないしと思って、女の子2人アナウンサーを置いて真ん中で私がカメラに向かってマイクを持ったんですよ。そしたら音声さんが顎でなんかこうしゃくって教えるんですよ。なんかなんかうん、みんながそっち見たんですよ。私の背後の方からどん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 よ声が伝わってくるんですよ。もう無我夢中ですよ。札ばらまくわ塩ばらまくわでうわーって見て録画撮っちゃった。乗ってちょっと撮り直しようと、でカメラの位置は決めて、それでさっき撮ったポラロイドを見たんですよ。あの木の下の写真、人間になってましたよ。白骨さですよ。うわっとディレクター皆さんこれ無理ですよね、これ見たの。さっき私が滑った瞬間シャッター押したやつ、それは髪の毛振り乱した若い女の人が倒れてて手で持って苦しそうに地面を引っかいてるんですよ。それでその女の人の腰のあたりに赤ちゃんのちっちゃい手があって顔があるんですかって抱きついてる。でその女性の足元あたりにはっていうと顔の上半分だけこう上を見て覗いてる男の子があって手を空中で出してもがいてるんですよ。で女性の上に2つ顎のない顔がポンポンと転がってるんですよ。これ稲川さん下手にやったらやらせかなんかって言われちゃいますよね、できませんよねって言うんですよ。そうだな言えないな、やめとこうかと。それでこの写真また見たんですよ、並べて。誰撮ったのこの写真と言いましたっていうのは、最後の写真がですねヘルメットをかぶってるその女性アナウンサーのヘルメットを私がどかしてあげてるところですよ。ちょうど藪から出た後ですよね、その写真なんですよ。そしたらもう一人の女性アナウンサーが私が撮りましたって言うんですよね。ところが私とその彼女が写ってる斜め上になんかこの原骨のようなものが写ってる、じゃんけんぽんのグーみたいなものが、なんだこれと思ったんですよ。はっきりしてきましたよ。それでね、地上から3メーターぐらいの位置から下を覗いてる男の顔半分なんですよ。いやーこれやめようやとなって、ディレクターが帰りましょうね、帰りましょう、運転手すいません帰りますからって、はいブーンエンジンかけた、ブーンブーンエンジンかけた。その時カメラさんがあれエンジンかけてなかったって言ったら、いやカメラ回ってるからエンジンかけてませんよ。え車がブーンブーンブーン言ってる、みんな後ろ向いた。そのエンジン音に混じってすぐ下を向いてすごい勢いで帰りましたよ。結果的にはクイズ番組にはならなかったけれども、これは放映されました。そしてまた別番組で放映されましたよね。いや不思議な体験をしてしまいましたよ。